YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業の柴山です。よろしくお願いします。今回紹介するお車は新型ハイエースワゴン GL、ガソリン2区のお車紹介したいと思います。では細かいところを紹介していきます。まずこちらトヨタのセーフティセンスで、パノラミックビューモニターと、こちら4箇所インテリジェントクリアランスの前に4箇所ついてます。で続いてこちら、フレックスのデルフィーノラインのフロントスポイラーがついてます。車の車高は、2インチローダウン施工させてもらっています。なので約5センチ車高が低い状態になっています。でこちらもフレックスの、オーバーフェンダーついています。で続いてタイヤの方が、グッドイヤーナスカータイヤに、ホイールが、デルフ02の17インチのタイヤとホイールになります。でこちらに、デジタルインナーミラーのカメラがついています。で前に4箇所ついてたインテリジェントクリアランスソナーですけど、後ろにも4箇所インテリジェントクリアランスソナーがついてます。でこちらにバックカメラ搭載済みです。でこのお車、片側パワースライドドアのお車になります。でもう片側の方に、小窓の方がついています。でこのお車10人乗りのお車になるんですけど、このシートアレンジがフレックスで作っているオリジナルのバージョン1というシートアレンジになります。でこちら、フローリング施工もされています。で天井スピーカーもついています。でこちら、カロッツエリアのフリップダウンモニターついてます。で、先ほど後ろでカメラがあったと思うんですけど、こちらデジタルインナーミラーのカメラが液晶で映るようになってます。でナビの方がカロッツエリアの SD ナビになります。7インチですね。でナビ周りの方 と、シフトノブ、ハンドルノブがインテリアパネルキットがついています。で続いてこちらバックカメラですね。右側が普通のバックカメラで、左側がパノラミックビューモニター、上から映し出されるようなものになってます。駐車もとても楽なものです。では前戻ります。いかがでしたでしょうか。このお車のシートアレンジバージョン1というシートアレンジは、フレックスで一番人気のシートアレンジとなっておりますので、すぐ、早期販売が見込まれますので、気になった方はぜひ南大阪店までご来店ください。最後までご視聴ありがとうございました。